石橋プラザは、静岡県沼津市にあった、伊東洋家道沼津店を内放した、ショッピングセンター。1978年7月13日開店、2021年8月22日、閉店。沼津駅北口より、北北西方向へ。 徒歩約五分の位置にある大型ショッピングセンターで、静岡県道162号沼津停車場、東沢殿千沿線の通称、利口通りは木にある。もともとは1973年に廃止された、石橋聖市の工場敷地跡であった。大型商業施設や、百貨店、商店街の集中する沼津駅南地区に比べ、 発展の遅れていた駅北地区の商店街が周辺地域の自治会長と連名で石橋聖市へ工場跡地に商業ビルの設置を申請したことが始まりで駅北地域への集客効果を狙った駅北地区商店街は積極的に推進活動を行ったが当初は周辺住民から自動車騒音や 排気ガスビル風などの問題による地域環境の悪化を懸念する声もあり、一方で、駅南地区商店街からは、大型店出店による競争激化を懸念する声も出て市外からの参入となる、伊東洋稼働反対運動が展開される結果となり、話し合いと関係調整のため駅北商店街の要望所定室より5年をかけることとなった。 伊東洋華道沼津店を中核とし、北半分を伊東洋華道が、南半分を専門店街が占める、地上5階地下1階の建物で、幾度かの増改築がなされ、現在に至っている。フロア構成は、下から、おおむね以下の通り。ただ専門店街で、長らく営業していた、専門店の撤退も2000年代より発生しており、1階部分の、ファッション、 雑貨関連の商店がいくつか撤退する一方で、都市圏の新進ファッションブランドが進出しており、2017年には4階にあったマルサン書店が、2018年には地下1階の薬の正常が退店するなどしており、マルサン書店の後スペースには、玩具や安売チェーンのおもちゃ屋さんの倉庫が、正常の後スペースには、生活雑貨チェーンのハピンズが出店しているものの、 店舗撤退後の空きスペースの一部では、新しいテナント入居が進んでいないなどしている。2021年3月、石橋製糸は、建物の老朽化や、近隣の小環境の変化等を理由に、同年8月22日で閉店することを発表を。沼津駅北口周辺では、最大規模の駐車場を備え、沼津市内だけではなく、近隣市町村から、買い物客が集まり、 土日祝祭日には、大勢の利用者で賑わう。2019年現在、年中無休。なお、オープン以降2010年までは、建物内に、静岡銀行の沼津駅北支店が1階にあったが、同年2月21日に駐車場の敷地を一部、転用して移転、建物は別となった。引き続き1階には、静岡銀行や沼津信用金庫などの ATM が、 設置されており、設置場所は別となるが、伊東洋稼働系列店の例にもれず、セブン銀行の ATM も設置されている。株式会社、石橋プラザの親会社、石橋製糸株式会社は、当地で、子会社で、商業施設を運営する他にも、千葉県阿鼻子市にて、石橋製糸株式会社阿鼻子事業所として、商業施設、阿弥クオーレを運営している。 アビークオーレの敷地は、当初と同じく洋産イコール製紙工場跡地で、各店舗は、石橋プラザと同じく、伊藤洋華堂である。ありがとうございます。